コケココー。あ、ついに霊夢が鶏になってしまった。ただのモノマネです。これはフライドチキンにして食べなければ。え、聞いてるマリサ。自由時間だよ。フライドチキンの匂いがする。あ、それあの人じゃないですか。いや、飯塚監視長まで、どうなっているんだここの人たちは。美味しそうだな。食べたくなってきたぜ。今までで一番怖い朝なんですけど。というわけで自由時間だよ。了解です。普通に接してくるの違和感すぎる。あ、監視長、ジャングルジムの拡張はまだですか。早くない？そんな頻度で要求してくるの君たち。拡張してくれれば刑務作業を頑張れる気がします。それ言われたら拡張するしかないじゃん。はい、とりあえずこんなもんでいいでしょ。わーい、ありがとうございます。刑務作業めちゃくちゃ頑張ります。じゃあまた食事の時間になったら来るからねー。さて、あたおかな人物を演じるのはここまでにするか。今日のマリサはちょっと変。前回は資料室にあった本に書いてあった通り、ベンチの下にあると思われるチェストを改めて探したいんだが、その前に新しく手に入れた羊毛を使って木材をもっと確保しちゃおうか。前回はクモさんがまたやらかしてくれたから糸がたくさん手に入ったんだよね。あそこで定期的にクモの巣を張ってくれるなら木材は安定供給できるんだが。どうなんだろうね、今後もクモの巣が張られることあるのかな。まあちょっと確実ではないから今手に入れている木材は大切に使っていこうぜ。そうだね、不意に必要になる時があるかもしれないし。とりあえずこれだけ木材があれば作業台とチェストを作っても問題ないな。そうだね、木のつるはしもすでに作ってあるなら問題なさそう。じゃあベンチの下を見ていくか。お前も探してみてくれ。ベンチの下だっけ、チェストがあるのは。厳密にはベンチの下あたりらしいな。だから周辺の砂も掘った方がいいかもしれないぜ。うん、ベンチの下ねー。ちょこちょこ砂は掘っていたけど本当にあるのかな。あれ、これじゃないマリサ。え、そんなあっさり見つけたのか。ほらここにあったよ。マジか。しかも中には丸石が入っているじゃねえか。え、ということは回収された丸石を含めれば石のツルハシ完成できるんじゃない。本格的に囚人所持物保管庫を探さないといけなくなったな。こやまさかここで丸石を手に入れられるとは、ちょっと意外だったな。ここにチェストがあったことも含めて。よし、とりあえず作業台は作ったぞ。っていうかここめっちゃ豚が溜まっているな。そこ逆流になっちゃっているから豚ちゃんが戻れないんじゃない。かわいそうだな。でもどうすることはできない。無理やり押し込んで広場に戻せば。広場に戻しても結局噴水下に行っちゃうんじゃないか。確かに、そもそも噴水下に行けないようにする対策が必要そうだね。っていうか豚ちゃんの話はどうでもいいんだよ。とりあえずこの下の通路に作業台とチェストを作っておいておいた。石の剣は入れなくていいか。とりあえず大切そうなアイテム、丸石と木材は入れておいたぜ。丸石は入れておくのはいい判断だと思う。もしかしたらまた緊急的に荷物チェックが行われる可能性があるからね。次回の自由時間から本格的に刑務所の施設を探索しても良さそうだな。やっぱり行ってない施設とかがまだ気になるよね。この刑務所は以前と比べて規模が小さいから探索自体はすぐ終わりそうではあるが。あ、そういえば今日の刑務作業は新しいものになるとかって言ってたよね。確かに、飯塚監視長が昨日言ってたかもな。場所によっては探索のしやすい刑務作業が来るかもしれないよね。なんか一気に進展し始めてきたな。そこで丸石を一個手に入れたのはでかかった。なんかいつの間にか揃ったよな。丸石を探す作業は今回なかったから、すごくスムーズにことが進んでいるように感じるぜ。あ、監視長来たな。今日の自由時間ももう終わりか。っていうか監視長はどこから来たんだ。監視塔から降りてきたんじゃない。やっぱり自由時間は監視塔にいるんだな。そこでずっと監視しているっぽいね。私たちの棒の建物もちょっと気になるよな。いつもの帰り道の途中に階段あったからね。そうなんだよな。この建物に階があるっぽいんだよな。自由時間終了だよ。あ、今行きまーす。わかりました。いつも集まるのが早いからちょっと遅いと違和感を感じちゃう。集まるのが遅いぞお前。痛い、なんで殴った。喧嘩するなら食事の時間はなしだよ。はい、申しません。やっぱり今日のマリサはちょっとおかしい。というわけでまた刑務作業の時間まで待機だよ。了解であります。はーい。食事の時間はこれといってすることがなくなっちゃったな。食料を溜め込む作業しかできないね。なんかやることないかな。どうせ上の巨大倉庫は閉まったままでしょ。一応見てみるか。うん、やっぱり封鎖されたままだな。
じゃあやることないからどちらが早くこの飯を食い尽くせるか勝負する。だからなんでお前は YouTuber みたいなことをやりたがるんだよ。そろそろネタが切れてきたんです。3日連続くらいでこのくだりやっているからもうみんなわかりきっていると思うぞ。終了だよ。わかりました。了解です。さて、今日は昨日にも言った通り新しいゲーム作業をやってもらうよ。マリサ今殴ったでしょ。手が滑ったんだ。どうしたの？まだ喧嘩しているの？手が滑っただけなので問題ありません。私は意味を唱えたいけど。ほら、早くついてきてよ。飯塚さん早すぎですよ。キビキビ動いていかないとゲーム作業の時間がなくなっちゃうからね。その新しいゲーム作業とやらは、こっちなんですね。そうだね、今日はここの畜産をやってもらうよ。あ、最初の刑務所の紹介でもされたここか。ここのチェストに餌が入っているからこれを動物たちにあげてね。なるほど。ちなみにこれ外出れちゃいますけどいいんですか？まあ外に出れたところでこの刑務所からは出れないと思うから、問題ないというわけだよ。なるほど。まあでも外には出ないでね。万が一刑務作業場から離れたら、それなりの罰は与えるつもりだから気をつけてね。もちろんですよ、外に出るわけないじゃないですか。じゃあ二人とも刑務作業頑張ってね。任せてください。これ、監視は見てるみたいなこと言ってたけど、どうするか。あまりにも簡単に外に出れるのが逆に困惑するよね。見つかった時の罰が気になるところ。まあそれなりの罰って言ってたから見つかったら懲罰房に入れられるとかじゃないか。懲罰房くらいであるなら、探索に行っても問題なさそうだけど。探索行ってみるか。ちょっと怖いが、私はいつも通り刑務作業をする形でいいかな。そうだな。頼んだぜ。うわぁ？めっちゃ怖いなここ。今までの探索の中で一番怖いかもしれないぜ。さてと、監視は、いないか。じゃあちょっと今回は私たちの房の中の建物を探索してみるか。飯塚監視長の部屋。旧監視長の部屋。なるほど。ここには飯塚監視長と旧監視長の部屋があって、それぞれ鍵が必要って感じだな。この階段を登った先は何があるんだ？うわ。ここ見るのちょっと怖いな。飯塚監視長がもしかしたら監視棟にいるかもしれないからやめておこう。印刷室 B。ここは何もなさそうだな。反対側はなんだ？資料室 D。資料室。ここはまた重要な手がかりが手に入りそうな予感だな。あれ、ここはいつもみたいに本がないのか？ここのチェストには何か入っているか？あ、なんだ、ここにあるじゃん。ここの地域って昔は金がたくさん掘れたらしいな。もう取り尽くされてしまって掘っても意味がいないみたいけど、その名残で刑務所の地下には廃坑みたいなものがあるっぽいな。でも、夢があるなぁ。俺もこっそり水路の下掘ってみようかな。なるほど。廃坑っていう新しいワードが出てきたぞ。とりあえずそれについて考察するのは後回しにしてこっちには何があるか。新監視用休憩室。時間がないからここはチラ見だけしておこう。広いだけで何もなさそうだな。じゃあ刑務作業の場所に戻るぞ。この羊たち繁殖するの早い。あ、これは放送してもいい絵面なのだろうか。ふう、なんとか戻ってきたぜ。あ、おかえりマリサ、何か発見した。私たちの房の上を探索してきたんだが、いろいろ見つけたな。ちょっと内容が多いから房内待機の時に話すぜ。了解。終了だよ。あ、終わりですか。どう？餌をちゃんとあげてくれた。思ったより餌の食いっぷりが良かったですね。もう繁殖もたくさんしましたし。あ、本当だね。動物の数が全体増えてる。作物が先になくなりそうですね。定期的に補充しないと足りなくなりそうだね。農作業も君たちにやってもらわないとな。そうですね。じゃあ二人とも房に戻るよ。
わかりました。あれ、マリサはどこに行った？あ、もう外にいますよ。あ、いたいた、逃げたのかと思ったよ。監視長が近くにいるのに逃げたりしませんって。監視長がいない時にマリサは逃げますからね。そういうことじゃないわ。そういえば他の棒に囚人って、あ、普通に収容されているんですね。本当だ、この人とかクモの巣に引っかかっているけど。まあここの囚人は君たちと違ってクモの巣なんか気にしない人ばっかりだから、そういう光景も日常茶飯事だよ。そうなんですか。それじゃあ明日の自由時間まで待機だよ。わかりました、了解であります。さて、監視長は行ったっぽいな。じゃあ何があったのか教えてもらいましょうか。霊夢も多分知っていると思うが、そこに鍵付きの部屋が2つあるじゃん。そこは飯塚監視長の部屋と旧監視長の部屋らしいな。なるほど。監視長の部屋ってなると何かしらはありそうだね。そんで上の階には印刷室 B、資料室 D、新刊収容休憩室があったんだが、資料室 D にはこの刑務所の地下には廃校があるようなことが書いてあった。は、廃校。一体何があるんでしょ。わからん。もともとこの地域は金が取れたみたいなことが記述されていたから、もしかしたら鉱石があるのかもしれん。なるほどね。あとそれとは別なんだが、さっきの畜産の作業場の上の層があったじゃん。そういえば階段あったよね。あの上をさっき監視長の目を盗んで見に行ったんだが、農業の作業場があっただけだったな。なんかいろいろ情報が錯綜してきたね。うん。でも直接脱獄の糸口にはなりそうな情報は今のところないが、ちょっといろいろ調べる必要がある場所が増えたな。そうだね。でも現状はとりあえず丸石を取り戻したいね。そうだな。次回は一旦刑務所探索をしよう。了解、じゃあ今日はもう寝ますか。そうだな、おやすみだぜ。おやすみなさい。